聖エラスムスは、カトリック教会及び、聖教会で崇敬される聖人、殉教者。カトリックの聖人歴では、聖エラスモ司教殉教者。フォルミアのエラスムス、アンティオキアのエラスムス、英語では聖イエルモとも呼ばれる。ヤコブスでオラギネのレゲンダーウレアによれば、フォルミアの司教であったとされる。生きながら、腸を巻き取られるという拷問を受け、殉教した。 祝日は6月2日。エラスムスが祈りを捧げると落雷から守られたという言い伝えから雷から守ってくれるよう鳥なしを船乗りたちが願ったことから船乗りの守護聖人となった。6世紀にローマ教皇グレゴリウス一世はエラスムスの生物がホルミアに保存されていると記録している。842年にホルミアがサラセン人によって襲撃されると 生物はガエータへ移された。そのために、エラスムスは、フォルミアとガエータの守護聖人でもある。旧南聖人の一人として15世紀には様々に描かれた。聖人の聖物は、数奇鏡、アルブレヒトホンブランデンブルクによって、ドイツのハレキンの教会にもたらされ、マテアス・グリューネバルトは1521年から1523年にかけてこの数奇鏡をモデルに、 豪華な衣装をまとった、等身大の聖人像を描いた。ありがとうございます。